リエルでーす。はい、今日は、はい、今日は初心者さんも増えてきたので、はい、リエルサキュレントとは、はい、リエルの概要、はい、何やってるかまず説明しましょう。はい、まず概要から、はい、もう字幕付けられんけど、これ今日喋ること、はい、ね、このこと、今うちがやってること、はい、全国各地でイベント販売、はい、ね、通販、YouTube ジャパン、多肉寄せ植え協会、はい、ね、リエール多肉大学校、はい、リエール多肉農業塾、はい、とオリジナル商品販売、はい、直売所来年オープン予定、はい、YouTube メンバーシップ、はい、これ順番に一個ずつ説明していきます、はい、よろしいですか。はい、はい、ゆうかさんどうぞ。はい、まずリエルサキュレントって何ですか。はい、そういうことです。はい、はい、どうぞ。大分県で、54歳。違う大分県大分市で多肉植物の生産販売をやっています。はい、はいはい、もう全国各地に、はい、もう多肉の可愛さだとか、うん、もう何楽しみ、うん、楽しむ方法をね、いっぱい広めていきたい。そういうこと、うん、はい、そういうことです。はい、もうこれに尽きるよね。そういうことです、そういうことです、うん、そういうことです。はい、そしたらまず各地でのイベント販売、はい、イベント販売、はい、はい、北海道から沖縄まで、うん、よ、はい、現状でやってます。月2回ぐらい、だいたいな、うん、うん、やっております。はい、イベントね、うん、で、近いイベントからもう発表しましょうか。はい、ね、今決まってるやつ、はい、近いイベント、はい、うーん、8月17日土曜日、はい、岩手県岩手県民会館、はい、はい、安直読んでおります。はい、9月8日、はい、日曜日、はい、これはでかいイベントです。はい、第5回花友フェスタ、花友東京ビッグサイト、ビッグサイト、はい、やります。はい、今前売り券発売中です。はい、クラウドファンディングもやっております。はい、やっております。植物好きの人、はい、ぜひ協力をお願いします。お願いします。来られない方も応援お願いします。お願いします。お願いします。それを訳すると、来なくても出さんかい。お願いします。すいません応援してください。お願いします。9月21日土曜日、はい、佐賀、佐賀炎のひどし白記念堂、記念堂、はい、これね、はい、いい、はい、9月22日日曜日から29日日曜日8日間兵庫県兵庫町並みガーデンショー、はい、ここはもう寄せ植えのコンテストとかもあるので、ぜひ寄せ植えチャレンジしたい人はコンテスト出品してください。多肉広めるためです。寄せ植えをいっぱいの人に見せてください。いいですか。はい、はい、10月19日土曜日、はい、10月27日日曜日、はい、9日間、9日、お、東京日比谷公園ガーデニングショ ー、 おー、ここはもう苗の販売、はい、プラス、コンテスト3作品、おでかいのハンギングコンテナ全部出します。全部取りに行きます。もう全力の寄せ植えを今年は見せます。はい、ぜひ見に来てください。はい、そうでしょ。はい、なんかこう飛んでない、いいの、これ間違えてない、こんな、こんなん、はい、ゆるゆる、ゆるいです。結構長いんで、でも9月だけよこれ。9月、10月までしか言ってないよね。はい、そうね、まあまあいいか。付け足し、兵庫町並みガーデンショーも、販売やりますよ。あ、じゃあ販売やる、8日間、8日間、はい、8日間、ずっとおるけん、もう毎日どんどん出していきます、はい、ね、ぜひ遊びに来てください、はい、他もいっぱい出店者いるから、はい、これもまた今度紹介していきましょう、はい、ね、別にうちのイベントじゃないけん、はい、でしょ、大きいイベント兵庫の大きいイベント、大きいイベント、OK？ はい、大丈夫？はい、次、次はここです。次何ですか？通販、はい、通販、通販、はい、
説明、また新しいこと始めます。はい、始めます。はい、あの楽天もやめて、はい、あのかなり初心者さんが増えて、はい、あの毎日のように電話がかかってきます。はい、あのあなたのところの多肉はどうやったら買えるのともうあの、うん、おばあちゃんそのまま電話のそのまま言うと、うん、あんたのところないどこで買えるんかい電話がいっぱい来ます。はい、もうじゃあ楽天も読めたしちょっとじゃあ常時買えるとこ作ろうかと、うん、いうことで、うん、通販担当りょーちんでございます。はい、お願いします。全責任はりょーちんにあります。ね、うん、常時、はい、常時出しときます、はい、ね、でこれ初心者用、うん、いろいろ誰でもメンバーじゃなく買えるところ、はい、とメンバーしか買えないところ、これ両方作ります、ね、これあとりょーちんの努力次第。あの一番ちょっと変えたいなとりょーちんに言ってるところは、今まではさ、こう写真だけやったやん。でこの子がどんな子に高揚するとか、なんか育て方っていうのかな、うん、どんな特徴があるとか、そういうことも詳しく書けたらいいなと、うん、初心者さんにこう優しい通販、うん、おー、そうやな、そうやな、あとはほら韓国内中国内、うんうん、この辺はあきちゃん、あきちゃんの通販のでやります。ぶち込ます、ね、あぶっ込みます、はい、でやりますんで、はい、ね、うん、もう常にもう出しとこうっていうことを始めます、うん、はい、あと両親次第頑張りますそうでしょ、はい、両親の責任です、はい、あとはあとカレンダーセット、はい、あカレンダーセット未入金全開でございます。年内家族分未入金かなりやります、うん、本当びっくりするほど、はい、こういうやつね、これは、うん、あの今年の分のカレンダーやけど、はい、あこれは壁掛けのことな、壁掛けな、まだ見せたらダメなんだよ、うん、9月やったら、うん、そうそうそう、でこれもカレンダーセット未入金の分で一回やりましょう、はい、400セット、わお400セット年内届く分としてやります。はい、いいでしょ、はい、ね、でそれはいつからするの、いつからしよう、まだ何も決めてなかった。ああ、じゃあ、今日明日のうちに、うん、発表します。はい、うん、チェックしてください。はい、お願いします。インスタ、スレッズ、いろいろで言います、うん、ね、はい、次これ次、ちょっとお水くれ編集無用ね、お水、はい、次、はい、リエルジャパン多肉寄せ植え協会、はい、これをもう設立しました、はい、ね、はい、よろしくお願いします。お願いします。もうこれは、はい、これはもう寄せ植えを楽しみたい方な、うん、上手になりたい人とか、はい、こうどうやったら寄せ植えしていいかわからんとか、うん、そういう人向けに、うん、あのなんだ、教室、オンラインでの教室したり、うん、あのイベント各地での教室したりだとか、はい、うんうん、で同じセットを購入して一緒に配信見ながら寄せ植えできる会だったりとか、うん、いろいろやってます、うん、はい、でまた今回それとは別に、うん、それ以上になんかもっと楽しみたい人、うん、私の実力はどれだけになったとか、うん、あのビジネスとして寄せ植えの講師になりたい、うん、っていう方向けにあの検定試験、ね、全国各地でやっていきたいと思います、うん、はい、もう寄せ植えは絶対自信があるけ俺たち、うん、なこれ偉そうに言うけど絶対自信があるんだ、はい、なだからその検定試験、うん、全国でなるべく全国で検定試験できるように、うん、うん、それがビジネスとして使えるように、うん、俺たちもそうしていくので、うん、うん、寄せ植えをどんどん見せていこうということで、うん、な星を集めてくださいということ、はい、星1つから7つまで、もう7つはもうやばいです、ね、もううちから仕事が流れ出ます、はい、そうでしょ、はい、これがいつまで、これが7月の21日まで、うん、あの今回途中入会なかったんやけども途中入会として、うん、募集をしてます、はい、でこれはあの1年間で区切っていくので、うん、来年の2025年の3月末までの会になります、うん、はい、で
今回7月21日で区切るんやけども、また来月も募集かけていきます、うん、はい、そう、突然また入りたい。そう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 。もういつもフェス行くたんび、うん、もう入りたいんですけど、うん、っていう人がいるから、うん、もうそれじゃあいつも受け付けてあげたらって言うけど、うん、ずっとってするとまたその面倒くさいやん、うん、でしょ、ね、カードとかあるから、うん、ね、うん、でそこを一応区切り区切りちょこちょこやっていきましょう。忘れてる時は言ってください、うん、はい、ね、検定ももう検定本当にちゃんとするけん、はい、ちゃんと星をね、星1つの検定、2つの検定、7つの検定ね、いろいろあるから、はい、もう7つはやばいよ。もうこんな予定じゃないよ。もうドーンっていうのちゃんとどんなのでも作れないと悪いから、これはなかなか7つは取れないでしょう、はい、ね、でもその頑張って取ってください、はい、ね、うん、OK、 はい、これは4月更新になりますので、3月末までになります、うん、はい、一応区切ってな、はい、途中から入ってももうそこで区切るけいかいな、うん、はい、OK、 はい、はい、じゃあ次、リエール多肉大学校、はい、ね、こういう説明、これが毎年1月募集、うん、1月募集の4月スタート、はい、4月から3月まで1年間、うん、ここで覚悟を決めて多肉屋さんになる人、うん、なりたい人、ビジネスとして稼ぎたい人、はい、すべて教えます、うん、でしょ、うん、多肉屋さんのノウハウだとか、うん、そうそう、いろいろやな、もう SNS のやり方から、うん、もう、うん、すべて、はい、運用すべて教えます、はい、ね、もう融資の受け方全部喋り方、うん、全部教えます、うん、ね、そうでしょ、はい、うん、で卒業後は、うん、うちの苗を取引できるように、うん、します、うん、OK、はい、大学校ね、大学校、次がいろいろやってますねいろいろやってます、はい、次リエール多肉農業塾、はい、はい、どうぞ。これはもう半年に1回募集になります、うん、半年区切りでね、はい、募集かけてます、うん、でも教えるのは1年間、うん、うん、で教えてます、うん、はい、で毎年5月募集の7月始まりと、毎年11月募集の1月始まり、うん、で今度は11月募集になります、今年11月もう一回ね、はい、募集を受けます、はい、ね、もう生産者になってください、多肉広めるためです、はい、全然足りません、全然足りません、安心してなってください、お願いします、そうでしょ、うん、もう生産の仕方、はい、出荷の計画、はい、農地の借り方、はい、取得方法、うん、ね、融資事業計画、役所銀行対応のやり方SNS 指導、販売先指導、JA も作ります、わかりました、はい、ね、安心して農家になってください、お願いします、はい、11月募集、はい、OK、 はい、ね、はい、うん、あとはこれどこがあるのっていう感じやわ、農業塾どこでやってますか、今回は、福島、はい、静岡、はい、熊本、はい、ここになります、はい、3カ所、うん、今回な、うん、もうそれで静岡はセダム、市川ファームさん、はい、そうそう、福島熊本は全般教えます、はい、ね、もうとにかくもう本当に全てできるように、うーん、やる気まであげます多肉屋になるとこうですよ、で全て教えますね、あとは勇気だけです、ね、覚悟を決めて入ってきてください、はい、まだまだ足りません、はい、生産者になって日本中多肉だらけにしてください、はい、そういうことです、はい、はい、次オリジナル商品、オリジナル商品販売、はい、じゃーん、じゃーん、じゃーん、これうちのオリジナルの土です、はい、これ多肉の土な、はい、はい、次これ寄せ植えの土、はい、トゥティトゥティオッケーオッケー、はい、ポットポット必殺、はい、必殺、うん、パチ必殺で、これ夏こう隙間を見て、うん、隙間をね、これが最高よ、すごいです、うん、これは本当にこの土とさ、こいつらはさ、うん、本当に自信がある、はい、多肉にとって優しい、うんうん、
簡単、うん、これでしたら、うん、っていう土とポットです。はい、これどこで買えるのって、取り扱い店が、うん、ピュンピュンピュンっていう、その今用意できてないので、ピュンピュンピュンっていう売ってますけども、はい、まだ取り扱い店少ないので、はい、自社でも売ってます。はい、定期的に、はい、これ1回ずつ区切っていかんとダメやから、はい、これもではネットショップに出しておけばいいんじゃないですか。はい、そうでしょ、はい。ネットの方で、通販の方で出しますので、はい、これもね、はい、どうぞ。そうでしょ、はい、そうです。紙返してくれる、はい、見ないと、はい、見ないともうしっちゃんがっちゃんになっちゃうやん、はい、どこどこ、あ、もうわからない、大学校農業通販、はい、次、はい、直売所、あ、やばい、これ言ってない、言ってない、オリジナル商品、はい、いろいろや、うん、もうあのワッペンとか、うん、誰かとコラボのワッペンとか、うんうん、何やってる、あといろいろ、まあ、これからもどんどんやっていきます、うんうん、はい、うん、その辺もよろしくお願いします。はい、はい、お願いします。はい、次、直売所、直売所、ビール直売所、はい、来年の分かんないけど1月から4月ぐらいオープン、はい、ここどっかでオープンします。はい、はい、ここは、リエル、チャレンジの年なので、はい、セラムトゥブトゥブ攻撃していきます。え、なんで攻撃だ、やっぱ多肉に入りやすい値段よな、うん、が多いわな、安いけ、うん、でしょ、そういうのをもうまず近所のばあさんから攻めていきます、うん、ね、であと通販、はい、もう寄せ植えセット、はい、でエケも売るけど、うん、寄せ植えセットとかセダムからエケまで、あえおも売る、うん、もう直売所として、あえお、エケ、でもうあの贈答品用の高級な寄せ植え、うん、これをもうちょっといっぱい並べます、はい、ね、またできたらもうどんどんアピールしていくので、うん、超高級、うん、超高額、うん、もうぜひもう見てから言おう、うん、もうそういう風にしていきたいので、はい、作っていきます、はい、あとはもう要は直売所は多肉のホームセンター、はい、もう薬から土からポットから鉢、うん、いろいろ、うん、もうポットもバーッと並べます、いろんな会社のいいやつを並べます、あとガーデニング用品、うん、そういうのも全部やっていきます、うん、ね、で多肉のことは揃うように、うん、全て揃えます、うん、そうでしょ、はい、どうよ、うん、なん、あ、違う、これ言わんと、何これじゃーん、じゃーん、一番の売りは、はい、真夏も真っ赤なレッドビリー売ります。おー、真夏もセダム全開で売ります。はい、ね、だいたいさ、5月から10月売ってないでしょ、うん、6月からとか、うん、売ってない、減るでしょ、うん、分かる、一年中売ります。はい、一年中寄せ植えができるように、はい、ね、セダム、エケ、その他もろもろ、はい、全部揃うように、はい、一年中でもオープン日はちょっと減らそうかな、ね、それまた発表します、はい、ね、うん、とにかく一年中楽しんでほしいので、うん、ということです。はい、はい、OK、 はい、はい、次、はい、YouTube メンバーシップやってます、はい、ね、これは、はい、どうぞ。とにかく多肉を楽しみたい人、うん、はい、ね、いろいろやってます、うん、まずは写真見ながらオープンチャットで、ね、うん、質問大会したりだとか、うん、メンバー限定の販売会とか、うん、最近やってないけどね、うん、で箱いっぱいとか、うん、箱いっぱい通販とかね、絶対箱いっぱい通販、うん、全員か、うん、これはちょっと期限が関係してくるけども、うん、あ、そうそうそう、半年以上の人、うん、そうそう、期間がね、とにかくもう熱い人多肉で楽しみたい人、はい、友達いない人、もう病んじゃってる人、もうとにかく楽しく行こうぜっていうメンバー、はい、ね、友達いなくてもできる友達でね、はい、楽しく行くため、うん、でしょ、メンバーシップ限定のオフ会だったりとか、うん、今この間スタートしたファンミーティング、ファンミー、ファンミー、ファンミー、これもちゃんとやっていくようにさ、うん、この前初めてやからさ、ちょっとグダグダやったけど、
ちょっとちゃんとやります、うんはい、仲良くするところ、はいね、あとはあの限定の通販、うんまあ、これは多肉の販売だったりとか、うん、そこのメンバー限定の、うん、そうグッズ、うんグッズグッズグッズこれもで、これもそうです。これどうやって使うか知ってる？知らない。セブンイレブンのコーヒーここ入ったら熱くない。欲しいこれ。ははー、使ってる人いますよ。どういう使い方？もうシーちゃんとかいつも使ってくれる。いつもこれ使ってる。いいよ、最高よ。最高だ。そうでしょ？はい。あとはあれだけメンバーシップさ、リエルサキレント。直売所店長、はい、ジュニアと、はい、アキちゃん、アキさん、メンバーシップ、はい、共同、うん、参加者入ってる人は、はい来年春お韓国ツアーやります。ではうちの取引先農場、うん、回る、はい、まだ決まってないんだけど、はい、2泊3日、3泊4日どっちかいい方。メインは夜宴会やります。楽しみたい人、うん、でしょ、うん、これはまた人数でさちょっと変わるから、うん、これからその煮詰めていくけどね、うんうん、とにかくさ楽しく行こうやっていうこと、うん、なもう多肉を使って日々を多肉尽くしにでしょ、うん、めっちゃめちゃできさめっめちゃめちゃ病んでる人とかさこうなんか言い方悪いか知らんけどすごく元気になったり、うん、治ったりっていう、すごいんだよ、うん、本当に私も多肉で幸せになったけどそうよ、うん、でしょ、うん、だからいいことしてる気持ちがいいんだすごく、まあ、見た目通りもともと悪い人やから、まあ、それがさいいことしていくとさすごく気持ちがいいんだこれが、ね、寄せ植え見て泣くじゃん泣く人いっぱいいるんだよもう号泣する人いるの感動してくれてるんやなそうだよそうよ だから気持ちがいいんだよこの仕事なだけど大学と塾も、はい、教会も、うん、みんなで多肉を見せびらかして見せびらかだって寄せ植え上手やったらさ、うん、隣のおばさん絶対うわーって言うよ、うん、私も教えてって言うよ、うん、教えてあげればいいじゃん、うん、でしょ、うん、そういうことそういうことよ、ね、だからもうとにかくこれが今リエールがやってること、はい、まだまだ変わっていきます、はいね、でも全力でやっていきます、ね、で直売所から来年、はいセダムちょぶちょぶいろいろ使って、はい、どんどん広げていくつもりでございます、ねはい、よく聞かれるからさ、うん54歳多肉農家おじさんです、ねはいはい、そこ、うん、そうあとでカレンダーセットもさ、はい、なかなかいい写真が撮れんのや、うん写真が撮れんじゃねえ印刷ができねえんや色が出るんだだけどちょっとさもうめちゃくちゃちょっとこだわってだけどまだできてません、うん、来年の、うん、来年の分のカレンダーこれは去年のでしょ、うん、でしょ、うん、来年のカレンダーができてないので、うん、ちょっと今もう全力でさもう修正していろいろ言ってもう印刷や攻めていいのを作るようにしていきますこれからはい、ね色をちゃんとな印刷が難しいんだよな、うん、でそこをちゃんとできるように、うん、やっていきますので、はいでカレンダーセットメニュー金分400セット400追加販売します、ね、ということで、はいよろしくお願いしますはいお願いします、みんなで多肉を通して幸せになりましょう通販の文句は両親にもう全責任を任せてますんでねもうお前ね売り物ねえじゃねえかって言ってなかったらなんか全部両親のせいや、ね、もう写真から全部両親、ね、売り物の内容も両親だから一般メンバーじゃない人も買えます、はいね、メンバーの人用もあります、うんね、そこをまたちゃんと発表していくので、はい、はい、お願いします。お願いします。どうぞ。お願いします。OK です。はい、でよかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。はい、バイバーイ。行きましょう。ビッグサイドな。ビッグサイド。
ビッグサイズ。はい、でかいビッグサイズ。行きたい。いいよ、鈴ちゃん。